ワインハイムはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属す都市。バーデンビュルテンベルク州北西部、ハイデルベルクの北約 18km、マンハイムの北東約 15km のベルクシュトラーセ、沿いに位置する。この都市はラインネッカー大都市圏に属す。また、ラインネッカー郡最大の都市でもあり、1956年4月1日から大規模軍都市となっている。 二つの防衛施設ビンデック上市とバッヒエンブルク上市があることから二つの城の都市とも呼ばれる。現在は旧市街と呼ばれている中世の新市街バインハイムはオーバーライン地交代とぶつかるオーデンバルトの西端を通るベルクシュトラーセ沿いに位置する。旧中各部はベシュニッツ川の川口部、新市街はグルンデルバッハ川側の渓谷に位置する。 新しい区は、城山の裏側、ベルクシュトラーセ沿い、ラインボンチ内にまで広がっている。ベシュニッツ渓谷とグルンデルバッハ渓谷との間には、標高400メートルのバッヒエンベルク、その北に、ヒルシコプフと、標高348メートルのザウコプフ、その南に、標高340メートルのガイアースベルクがある。市内の最高地点は、オーバーフロッケンバッハ区。 オーデンバルトのアイヒエルベルクで標高526メートルである。ベルクシュトラーセ沿いに位置することから、バインハイムは穏やかな気候である。地域の面積は5811ヘクタール強である。そのうち24.2%が住宅、交通用地、42.9%が農業用地、30.0%が森林である。以下の市町村が、 バインハイム市に隣接する。東から時計回りに列記する。ビルケナウ、ゴルクスハイマータール、ハイリヒクロイツシュタイナハ、シュリースハイム、ヒルシュベルクアンデアベルクシュトラーゼ、ヘッテスハイム、フィールンハイム、ヘムスバッハ・バインハイム市は、中核都市部と十の四区からなる。十の四区とは、ホーエンザクセン、リュッツェルザクセン、オーバーフロッケンバッハ、シュタインクリンゲン、ビュンシュミヒエルバッハ、 リッペンバイヤー、リッテンバイヤー、ハイリヒクロイズ、リッチュバイヤー、ズルツバッハである。地区は、バーデンビュルテンベルク州の市町村法が定める、地区議会とその議長を務める、地区長を持つ6つの地区を形成する。オーバーフロッケンバッハ地区、シュタイングリンゲン地区、ビューンシミヒエルバッハ地区の3地区がまとまって、オーバーフロッケンバッハ地区を、リッペンバイヤー地区、リッテンバイヤー地区、 ハイリヒクロイツ地区がまとまって、立ンバイヤー地区を形成し、残りの各地区は単独で地区となる。地域全体は、バーデンビュルテンベルク州の市町村法が定める6つの居住管区を形成する。ホーエンザクセン地区とリッチュバイヤー地区が1つの居住管区を形成し、残りの地区及び中核都市部がそれぞれ居住管区となる。バインハイムは上級中心マンハイム並びに、 ハイデルベルク地区の中級中心都市である。中級中心都市としてのバインハイムが管轄する市町村は、バインハイム自身の他に、ヘムスバッハヒルシュベルクアンデアベルクシュトラーセ、ラウデンバッハである。ロルシュ修道院の土地管理台帳である、ロルシュ文書の755年の書類に、ウィンハイムについての最初の記録がある。バインハイムの名前はワインに由来するものではなく、 この地方を開墾した人々、ビーノの家に由来する。ビンデック城市千年に皇帝夫三世は、ロルシュ修道院に市場の開催権を授け、1065年にはさらに貨幣鋳造権を認めた。ロルシュ修道院は、所領を防衛する目的で、村の高台にビンデック城を建設した。ロルシュの保護者として、ライン宮中白コンラートは、 バインハイムと城を要求した。1232年以後、ドルシュ修道院はマインツ市教の管理下に置かれ、このためマインツとプファルツの間で長い権力闘争が行われた。1250年頃にライン宮中博は旧市街の近くにマインツ市教への対抗として新市街を創設した。1264年の仲裁判定でプファルツ側に 新市街とビンデック城が与えられた。この時、ノイシュタットに対して初めて都市という言葉が用いられた。都市圏が与えられた事情については伝えられていない。1308年には旧市街も旧中白領となった。バインハイムは1368年にプファルツ選定校の中核地域に組み込まれ、14世紀の 終わりからオーバーアームとハイデルベルクの管轄下に置かれた。1454年には、それまで行政上分離されていた旧市街と新市街が一つの都市に合併した。1645年頃のバインハイム17世紀の、バインハイムは30年戦争、ネーデルラント継承戦争、プファルツ継承戦争で何度も他国の軍隊により征服され、ビンデック城は破壊された。 1698年に、プファルツ選定校、ヨハンビルヘルムは2年間、宮廷、ハイデルベルク大学、貨幣鋳造所、印刷所をバインハイムに移した。バインハイム城の大規模な拡張工事計画は実現しなかった。1803年に、プファルツ選定校は廃止され、バインハイムは、バーデン領となり、別クスアムとの所在地となった。 1848年のバーデン革命では、バインハイムの過激派が鉄道を妨害して、列車を脱線させた。このシュトルーフェ暴動の結果、33人のバインハイム、住民が告訴された。政治的には、ドイツ帝国が成立した1871年から、国民自由党が最有力政党であったが、20世紀の初めに、社会民主党にその座を追われた。 バイマル教は成果でもスピードが最有力政党の座を保ったが、1932年からは国家社会主義ドイツ労働党と共産党に追いやられた。1933年の帝国議会選挙では NSTP が46%、KPD が19%の票を獲得した。1936年に別力スアムとバインハイムが廃止され、 別イルクスアムとマンハイムと合併した。これが1938年にマンハイム軍となり、1973年1月1日に軍再編の枠組みに従ってラインネッカー軍の一部となった。バインハイム市の人口は1943年に2万人を超えた。このため、1956年4月1日にバーデンビュルテンベルク州の市町村法が発行すると、 直ちに大規模軍都市となった。バインハイムはもともとボルムス市教区に属しており、その主席司祭の所在地であった。プファルツ選定工業全域がそうであったように、バインハイムにも宗教革命がもたらされたが、その時期は遅く1565年になってからであった。はじめに改革派協会が組織された。1689年からワルター派の協会も、 創設された。プファルツ選定校は1685年から再びカトリックに転じ、カトリック教会が足場を固めた。その比率は1689年の時点でに7に及んだ。1806年にバーデン大公領に移行した後、1821年に両プロテスタント継州派が統一された。バインハイムは教区監督官の所在地であった。 その教区は、現在、ラーデンブルク・バインハイム教会管区と呼ばれており、22の教会組織がこれに含まれる。バインハイム市内の教会で、この組織に属すのは、バインハイム教会組織、リュッツェル・ザクセン教会組織、ホーエン・ザクセン教会組織、ハイリヒクロイーツ・オーバー・フロッケンバッハ教会組織、ズルレバッハ・パウルゲルハルト教会組織である。カトリック教会は、まずは引き続き、 ボルムス市教区に属したが、ブルフフザール市教総大陸が廃止された後、1821年から1827年までには、新たに創設された、フライブルク大市教区に属した。ここでも引き続き主席司祭の所在地の地位は存続した。現在、この主席司祭区には14の教区が属している。バインハイム聖ラウレンティウス教会、聖マリア教会、ヘルツイエーズ教会、 聖ヤコブス教会が、隣町、ヒルシュベルク・アンデアベルク・シュトラーセのロイタースハウゼン、先例者聖ヨハネ教会と共に、バインハイム死牧会を形成している。1228年から、バインハイムに、しばしばユダヤ人が住み始め、19世紀に大きなコミュニティを形成した。特に小さな、町村からの移住者を中心に形成されたこの組織は、 1905年に192人が登録されピークを迎えた。1933年にはバインハイムに住んでいた168人以上のユダヤ人が国家社会主義者の迫害を逃れて、特にアメリカや大都市部へ移住していった。シナゴーグは1938年に突撃隊によって破壊され、その後すぐに爆破された。 残っていた47人のバインハイムのユダヤ人は1940年にバグナービュルケルアクションに基づきグアに送られた。その大部分がグアあるいはアウッシュビッツで殺害された。二大教会組織の他にもバインハイムには現在自由教会やその組織が存在している。バンドイヴァンジェリスチフルイカーチリッカーゲメンデンバインハイムリービンゼラー教会 セブンデイアドベンチスト教会などがそれにあたる。また、エホバの承認や新首都派協会もバインハイムにはある。イスラム教のコミュニティはトルコメイフラナモスクを拠点としている。以下の自治体がバインハイムに合併した。各時点それぞれでの市域内の人口を記す。数値は、課税成績、国勢調査、各時点での公的機関による推計値に基づいている。 1817年以降のバインハイムの人口推移、バインハイム市の市議会は5年ごとの直接選挙で選出される37人の議員からなる。これに議長を務める上級市長が加わる。この市の市長は1956年4月1日から上級市長の肩書きを持つ。8年ごとの直接選挙で選出される。第二次世界大戦後の市長。 上級市長を列記する。図柄基部からせり上がる三角図形で三分割。基部の三角模様は金地に赤いぶどうつまみの台。向かって、左は黒地に赤い爪、赤い舌を出し、赤い冠を被った左向き金の獅子。向かって、右は金と青の斜め越し模様。赤いぶどうつまみの台は、1337年の。 日付がある最も古い印象ですでに用いられている衣装である。ブドウ摘みの台は地名の一部からの連想で採用されたと考えられるが、実際には地名のバインはブドウに由来するものではなく、フランク人の人名ワイノに由来するものである。プファルツの死種とビッテルバッハの斜め一末模様は、550年間バインハイムの所有者であったプファルツ選定校のシンボルである。 現在一般的なこの形と配色の紋章は1899年に確定された。バインハイムのマルクト広場バインハイム市の博物館はかつてドイツ騎士団の庁舎であった建物でバインハイム及び周辺地域の品を展示している。戦士時代からメロビング町時代までの考古学資料ではネヒステンマッハの制動機と呼ばれる。 小筒埋葬時代の76点の日用品が目玉である。この他、中世の入植時代や近代のバインハイムの社会史や現在この地域で活躍している芸術家の作品も展示されている。バインハイムには全国的に知られたジャズクラブがある。1984年にオープンしたブルースジャズクラブマディー・ S クラブである。このクラブは 私立図書館内にある。このクラブでは、ウィリー・リトル・フィールド、アート・ファーマー、シルビア・ドロステ、ローズ・ネービンガー、アンジェラ・ブラウンらが演奏した。旧勾配の歴史的マルクと広場沿いにある1557年建造の旧市役所、マルクトの泉、17世紀の初めからのレーベ弁薬局は特別な見どころである。1731年建造のプロテスタントの 市教会や1911年建造のカトリックのセーラウレンティウス教会も見応えがある。プロテスタントのペーダー教会は1912年にネオロマネスク風の有限としている様式で先代の建物があった場所に建造された。市西部には多面の彩色ガラス壁を持つ1957年建造のマルクス教会がある。かつての都市防衛施設では市壁の多くの部分、 オーバー塔は、防衛塔ブラウェ、フーと魔女の塔、赤の塔が保存されている。バッヒエンブルク城二つの城、ビンデック城とバッヒエンブルク城はこの都市の象徴的建造物である。校舎は、バインハイマーゼニオーレンコンベントによって建設された。バインハイム城プファルツ選定校の上官、バインハイム城は、 現在市役所に使われており、1710年建造のドイツ騎士団庁舎は、私立博物館に利用されている。グルンデルバッハ川の渓谷に位置するゲルバーバッハ、地区には、中世の手工芸村大規模で慎重に復元され、展示されている。ロマンティックなアングルや建築士、社会史上興味深い点が多い路地に面し、フランケン風の木組建築がある。さらにビューディンガー豊富、 ゲルバーバッフ8区のケルベハウス、モリトールシェーハウスなど、個別の建物にも見どころが多い。エクソーテンバルトからバインハイム旧市街を望む、約60ヘクタールの敷地に170種類の樹木を有するエクソーテンバルトは、ベルクハイム男爵クリスティアンによって1860年から建設された。穏やかな気候のため、ニワウルシ、アトラスシダーが育っている。 エクソーテンバルトは、高さ60メートルに達するセコイアがあることで、知られている。エクソーテンバルトは、ベルクシュトラーセ沿いに位置し、シュロスパークとつながっている。上館庭園にはドイツで最も大きく、最も古いヒマラヤ杉がある。また、この公園には1720年に植えられたレバノン杉もある。高さ23メートル、樹幹の直径27メートル。 幹の周囲5.2メートルに育っている。また、異例の高さと樹齢の異腸の木もここで見ることができる。バインハイムには、ゼックスミューレンタールがある。ここにある水車は、以下の通り。ヘルマンホーフ AC バインハイム及び、TSG バインハイムは、バーデン北部で、最も会員数の多いスポーツクラブに数えられている。校舎には、アメリカンフットボールチームバインハイムロングホーンズが、 属しているこの他にバインハイムには、地元のサイクリングチームであるチームベルクシュタオラーセや、ファウストバルの TB1920、モータースポーツクラブ MSC オーバーフロッケンバッハなどがある。バインハイムは、ドイツで7番目の経済圏である、ラインネッカー経済圏に属している。この町は、様々な部門を持つ企業グループである、フロイデンベルクグループの本社所在地である。 この企業グループが関与する分野は自動車、機械製造、繊維、建設、通信といった分野に及ぶ。一般には家庭用品のブランド、ビラダやフロイデンベルクの従業員が発明したジンマーリングで知られている。この企業グループは54カ国に3万4千人の従業員を応用している。道路交通、バインハイムは連邦アウトバーン A5 号線沿いに位置し、 フィールンハイムを経由して、マンハイムに至る A659 号線の支点にあたる交通の便の良い場所にある。さらに、連邦道 B3 号線、B38 号線がバインハイムを通る上、バイパスの拡張が行われている。1999年には、バインハイムとビルケナウを結ぶ長さ 3km のザウコプフトンネルが完成した。 公共交通機関バインハイム駅バインハイム付近を走るオーバーライン鉄道1846年からバインハイムを通るドイツの主要鉄道路線であるマインネッカー鉄道のバインハイム駅は IC の停車駅である。軽便鉄道を改良した近代的な支店であるオーバーライン鉄道はバインハイムとベルクシトラーセソイの小さな町を経由してハイデルベルクまであるいは フィールンハイムを経由してマンハイムまでを結んでいる。また、バインハイムは、オーデンバルト内のフィールトに至る、ベシュニッツタール鉄道の支店でもある。この鉄道からは、バルミシェルに向かうユーバーバルト鉄道が分岐している。また、かつてはボルムスまで行っていたバインハイム・フィールンハイム、線もある。アイスへの乗り継ぎ駅であるマンハイムはすぐ近くであり、国内線の空港も近くにある。 フランクフルト空港へは、鉄道でも車でも約40分以内に到着できる。州都のシュトゥットガルトへは、車なら1時間半、インターシティを利用すれば55分である。カールスルーへには50分以内に到着できる。バインハイムには、合計10系統のバス路線がある。北は、ヘムスバッハや、ラウデンバッハまで、南は、市境に接するヒルシュベルクのグロースザックセン地区まで。 運行されている。市内交通網の中心となる乗り換えポイントは主要な商店街であるバーンホーフ通りとハウプト通りの交差点に面したデュレプラッツである。2007年からはこれに加えて中央駅から2つの城をめぐる交絡路線ツバイブルゲンバスが運行している。バインハイムからオーデンバルト渓谷を出ていく地域バス路線がある。バインハイムは ラインネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれる。バインハイム駅からフランクフルト方面はラインマイン交通連盟に属す。バインハイムでの出来事は日韓紙のバインハイマーなハリヒテミやラインネッカーツァイトングの地方版に掲載される。以前はラジオバッヒエンブルクがバインハイムから放送していた。バインハイムはマンハイム地方裁判所管区の区裁判所の所在地で ある。また、税務署や、交渉人役場もある。また、ラインネッカー軍の行政機能の支局も多くある。警察や、刑務所もある。医療に関しては、バーデンビュルテンベルク疾病保険の事務所があり、軍立病院がある。この都市は、プロテスタントのバーデン地方協会、ラーデンブルクバインハイム協会管区の本部所在地で、あり。 フライブルク大司教区バインハイム主席主催区本部の所在地でもある。バインハイムには3つの一般教養ギムナジウム、2つの実家学校、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ用ー語学校及び多くの基礎家庭、本家庭学校がある。ラインネッカー軍は経済学ギムナジウムを併設したヨハン・フィリップ・ライス・シューレ、ハンス・フロイデンベルク・シューレ、ヘレン・ケラー・シューレの3つの職業学校、 および精神障害者のためのマリア・モンテソーリシュ修レを運営している。また、教育学の私立ペーター・コフホ修霊もある。バインハイムは、ドイツ、製パンアカデミー。バインハイムは、ドイツの製パン業の中心的な卒後研修施設で、ある。このアカデミーは、ゴルクスハイマー渓谷のバルトシュロスにある。さらにこの都市には、市民大学、音楽学校、私立図書館がある。 これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。